はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況プレイ、今回が第41回目、よろしくお願いします。本日はサンターナのショーコパアメリカセミファイナル、対戦相手がボリビアです。なんかボリビアっていう響き、これなんだか久しぶりに聞いたような気がしますね。あんま最近サッカーでグングンって出てこないのね、ボリビアって。だからボリビアっていうとサッカーでっていうよりも、あれを思い出しちゃいますね。ボリビアバグ、ボリビアバグっていう生き物がいるんですけど、毛虫、基本的には毛虫なんですけど、見た目がモフモフしてるからまるで隣のトトロに出てくる猫バスみたいなんですよ。猫、本当猫みたいなね、毛虫で。でも気をつけなきゃいけないのが、毛先に猛毒、ものすごい猛毒があるんで、触ると非常に危険っていうね、ボリビアバグ、不思議な生き物、ね、昔アニマルプラネットで見て衝撃を受けました。アニマルプラネットとディスカバリーチャンネル、この2つがウプン主のお気に入りなんですけど、普段そんなのばっかり見てます、ね、ゲームとかあまりやんないんでね、普段はもうたびたび言ってると思うんですけど、ではこんな風にゲームを毎日やってる自分がね、笑ってしまうんですけどね。はい、じゃあ今日は、サンタのショー、やっていきたいと思います。ボリビアだったね、情報お願いします。サナエちゃん、キープ力は高いけれどスピードはないわね。昨日とはあれだね、正反対ですね。キーパーも堅実だから、ゴール前では揺さぶりをかけていきましょう。ありがとう。じゃああれだね、カルちゃん、今日こそ狙っていこうね。揺さぶるから。揺さぶってぶっ倒れたところ、ちょんとごっつぁんしようぜ。よし、じゃあ、ブラジルの先発メンバーは、毎度おなじみです。ベンチからアルベルト君と、バローゾを抜擢しております。よし、じゃあ、楽しくやっていきたいと思いますので、皆様も一緒に楽しみましょう。キックオフ。カルちゃんはね、下り班っていうか、オリベイラさんから厳しく言われてしまったので、今日は見返してやろうぜ。じゃあキーパー、これかブルチャーガ、とりあえず普通に打ってみようか。あ、違うの来た、違う選手来た、どうしようか、とりあえず打ってみたいな。一発シュート、真ん中、おー止めるか、よしよし、倒れた。カルちゃん、カルちゃん、カルちゃんにボールを、うわー反則、惜しい、倒れたんだけどな。もう一回愛の狙いを、うわー高いパス来た、セザール、ナイス、さすがディフェンスリーダー、アラフォーの腰、ここよし、そしたらとりあえずこのまま行って、ナシメントシュート、真ん中これとか、アングロマン顔つき、バリエントス、バリエントスくん聞いたことあります、どっかにいたよね、どっかのクラブチームにいましたよね。よっしゃ、ナシメントシュート、真ん中止める、あーダメか、じゃあもうちょっと取りに行くか、1点カルちゃんゴールはちょっと置いといて、ブロック、よし取りに行くぞ、ここ、よし、オリベイラさんよろしく、パワースワーブ、おお弾くか、やるなあのキーパー、やっぱよしよしよし、倒れてる、来たカルちゃんタイム、ミラージュシュート狙ってたぜ、なに、なに、返せ、なに、もう南米チームはヒールリフトが当たり前か。パス、このチャンスを逃しちゃいけない、走れ、よし、うまい、うまい、ナイスパス、さあクリアされたか、さすがにキーパーの体勢直っちゃったかな、もう
募集せざる。どうもセザールです。まだまだ募集してます。セザールのここは空いてますよ。よっしゃ、もうタンムシのもあれだよ、ムナ毛が生えてるからね。ムナ毛が自慢です、セザール。まだミスってるけど、ムナ毛がセザールの自慢。モフモフしてください。毛先の猛毒には注意してね。何を言ってんだ。よし、頑張ろう。この辺で、すぐびで、ナシメント、そこ大丈夫だ。ナシメント、くーっそー、えらいキーパー、ナシメント、よし、繋がった。真ん中遊べるか。よーし、セザール。ここナシメント。あ、アルベルト。敵キーパー来た。こっちサンタン。うわー、助かる。カルちゃんで決めたいな。よし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 。ここ。ナイスパス。もうちょいもうちょい。来ないね。打っちゃうぞこのまんま。パワースワープ。クリア、ゴリ押し。よーし、ゴリ。見たか。ナイスゴールだ。よし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 。バリントスどこ行ったっけな。どっかのチーム。うわ、囲まれた。オリビエラで、ナシメント、ここ、よし、クリア。ゴリ押しチーム、ブラジル、行くぜ。ドライブシュート、カルちゃん、セカンドボール狙いよ。うお、吹っ飛ばした。うわ、ポスト、いやー、惜しいな。よしよし、でも相手のキーパーにトラウマをね、植え付けることができた。ボール怖いみたいな。ヒューガ流。何かわした。ゲルティスはドリブル。よし、偉い。残り2分、狙いに行こうぜ。狙いに行くぜ。ここ走れ。偉い、ナシメント来た。トラップのドライブシュート、ドライブシュート、行くぜ。今度こそ食らえ。よし、飛ばした。ボーン、ゴール。地面にめり込み、ものすごい威力。さすがだ、細身のエース。よしよしよし、試合再開。ああいう時間ギリギリでのゴール大好き。よし、前半終了。ブラジルのリード。よし、じゃあ後半はなんとかカルちゃんでいきたいな。どうにかして試合再開、見返してやろうぜ。よし、積極的にいこう。タックル、うわー、ダメか。よし、上がれ。一旦こっちに出して、そっか、そんな感じか。そうな、ナシメントで、パス。そのコースも進そうだ。まずいな、そこの位置取りはまずいな。サンターな、カットされやすいぞ。でもいけるか、パス。やるな、キーパー。おー、来てるね。取れないか。カット、何かわすか。タックル。よしよしよし、 T&T 前へ。この辺モズ落とし、落とせ。よし、お、ナシメント来た。じゃあカルちゃんがまだ追いつけてないからな。今めっちゃ行くぜ。ドライブシュート、
ポンポン。そして向こうのカウンター、セザールです。胸毛生えてます。やばい、来た、ドリブルを止める。よし、えらい、無失点は続きます。よし、こっち、ナイスパス。カルちゃん、もうちょい走ってくれるか。いや、なんとかカルちゃんで1点、カルちゃんで1点取らせてあげたいからな。なし面、トラップ、ドライブシュート、いくぜー。ああ、よし、これをカルちゃんに、カルちゃんに届け、届かずそのままゴール。よーし、打ったら何かが生まれる。ゴールドエクスペリエンス魂。よしよし、生命が生まれた。よし、ナイスゴール。技あり。よし、タックル、ダメか。セザール、もう一回セザール。セザール立ち上がるの遅いな。ベテランだからしょうがないか。膝に来ちゃってるか。膝と腰に、目、肩、腰に。身構える。お、取ったか。よしよし、さすがゲルティス。お、どこやってんだ、どこにやってんだボール。よし、 CM 来るかもね。セザール、目、肩、腰に。そうだな、サンターナ、カルちゃん行け、カルちゃん行け、カルちゃん行け、カルちゃん行きます。ミラージュシュート、もう我慢できない。ケロッグ、くっそ、はじかれた。もう一回、もう一回、倒れないか、カルちゃんのシュートじゃ倒れないか、やばいな。じゃあ逆サイド、オリビエラさん、この位置構えたか。トラップ踏んでシュート、パワースワーク、ボールを舐めんな。おし、突き刺さった。群発だね、オリベイラさん。よしよし、みんな次々とゴールを決めます。あとはカルちゃん、あとはカルちゃんで。ナッシーメント動かない、サンターン動かない、動かないコンビ。よし、ここは目、肩、腰に。よし、オリベイラ、こっち、バローズ、うわ、取られちゃうか。まずいまずい、また来たぞ敵が。セザールです、許すなるです、ダメです、誰も取れません、お願いします。よし、危ない危ない、無失点記録はまだ続く。危なかったね。戦術を防いでください。じゃあそうだな、チャベス、名前がいいんで、チャベス、チャベス来なかった、チャベス来なかったか。取れないな、ボールが、ボールが取れないな。ダークイリュージョン、オッケー。残り12分、ハルちゃん、おお、取られちゃうか。まずいぞ。時間が過ぎる。打ってきた、一冊セーブできるのか。でもな、これちゃんとキャッチしておかないとまずそう。ダークイリュージョン、よーし、そしたらこっち、カルちゃんだ、走れ前へ。カルちゃん走ってる、いるね、いるね。よし、みんなでカルちゃんのために頑張るから。よし、キーパーだ、カルちゃん、よし、繋がった、頑張れ、オーバーヘッド、いけ、よっしゃ、突破、決めろ、プーン、プーンか。動かない、ガッツセーブ。ここはセーザールが、もうガッツないか、カット、ガッツないか、みんなガッツないな、くらえ。よし、うーわ、軽々打たれた。キャッチできる気がするな、キャッチ。よっしゃ、
最後の反撃。こらこらもうしょうがないな。ロック、サンタナガッツセーブ、テザールは時間稼ぎ。サンタナガッツセーブしたいんだな。サンタナはもう反則 T。 ブラジル、PK？ 今の PK？ マジでPK だった？エリア外だったんじゃないの今の。悪いなゲルティス。悪いな、無失点記録続いてたんだけどここで終わってしまいそうだな。左右来た。悪かったな。エリア内だったか。申し訳ない。ここでタイムアップ、ブラジル勝利。よし、おめでとうブラジル。ボリビアを見事に破りました。ん、ダメだ、コインブラよ、どうすればいいんだ。スーパーストライカーコインブラ。うん、サンタアナと共に翼たち日本を苦しめてきた。おお、このシーン来たか。僕ね、キャプテン翼5でこのシーンだけはね強烈に覚えてたんですよ。だから今回のこのコパアメリカにコインブラがいなくてもいないことに違和感を感じなかったのはこのシーンだけ覚えてたんでね。シーンっていうか この展開っていうか、うん、サンターンナにとってはライバルであり友人でもある。しかし彼は今フィールドにいます。試合中ディフェンダーのタックルを受け大怪我をした。彼の選手生命はもう終わりだとも言われていた。サンターンナにとても大きなショック。あ、なるほどね、それでショック受けたのか。そうつながってくるわけね。そっかそっかそっか。怪我への恐れ、あ、ストラット病か。ん？あ、サンターンだ、サンターン、サンターン、サッカーやめちゃうの？え？サンターンなら世界一になれるよ。頑張るよ。バイバイサンターナ。ちびっこ。あ、そう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 、このシーンですよ、覚えてるな。どうだ怪我の具合は？まあまあだな。試合中のことだし、まあ思いっきりやってくれたしな、ここまで悔いはないよ。ん、俺は恥ずかしい。何を覚えてたんだ。そして何を噛んでるんだ。どうしたんだ、焦るな、ゆっくり喋ろう。ダメだ、俺は認めないぞ。やる気のない奴と一緒にプレイできるか。ん、俺は大丈夫です、真面目にやります。そんなに言うなら出ろよ。ただし、ん、俺は出ないぜ。ナシメントも主力抜きで戦う。マジで。なんて子供っぽいやつだ。キャプテン翼ファイブ、コパアメリカファイナル、アルゼンチンじゃん、決勝戦。マジで。ということで、ボリビアを倒して決勝戦行って、でなんか懐かしいムービー見えて、あのやった満足と思ったら、なんと最後こういう展開か。ナシメント君、そしてオリベイラさんは出ないのか。ということはメンバーは、あ、レディ君っていう新しいキャラがいるぞ。マルセロっていうのもいる。どっかから招集したか。あ、カルロスっていうのもいる。あ、ちょっと待って、カルロ、ちょっと待って、ということはイブシ銀のあのセザールさんがいない。セザールさんいないんだ、これテンション下がるな、困ったな。はい、ということで、次回はアルゼンチンなんですけど、主力抜きで戦うことになったそうです。でも、逆にこれはね、言えばカルロス君大ハッスルの回と言えるんで、今までゴールがなかなか決められなかった分、このアルゼンチン戦で鬱憤を晴らしたいと思いますんで、引き続きご興味がありましたら次回もよろしくお願いします。はい、そしたら最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまたね、さようなら。神々主催ミニクラブワールドカップのコーナー、どん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 、略してミニクラ、ミニちゃんクラブ、よろしくお願いします。今回のこのワールドカップ、ミニワールドカップのコーナー、3回目ですね。続きからやっていきましょう。はい、キャプテン翼5。あ、そうだ、北爪監督のマンチェスター。
あれかな、マンチェスターだから松山くんがいるよね。今日松山は捕まんとかそういう事態になってたらやだな。使ってほしいな。それは僕もイーグル土下座をしてまでやっぱ頼み込むしかないね。そしたらポジションチェンジで山本ちゃんここで、リーグは今どうなったんだっけ。なるほどね。で今日対戦するマンチェスターが第4位、得失点差プラス2、5得点入れてるね。マンチェスターっていうとあいつがいるのか、シューマッハ。よし、じゃあ頑張ろう。マンチェスターのキックオフ。お、色黒ロドビック。あー懐かしい、ロドビック。よし、ナイスタルで、こっち伊沢、上がれ上がれ。よし、ナポ。よし、行け真正面から君にズキュン、キャノンシュート。きたー、ミラクルボール。うおー、弾いた。ついに弾くやつが出てきたぞ。負けない負けない。シンゴ、えらい。よし、続けてキーパーバランス崩している。崩した、崩しましたか。ナポ、行くぜ、見せたる、キャノンシュート。今度はどうだ。よっしゃー、ナイス、突き刺さった。大会得点を目指してます、狙ってます。よっしゃー、こりゃもらったぜもらったぜ。あれ、あ、そうか、もうそんな時間早いね。動かない、ここは猿が行く。ナイス。敵来た。うわ、カットされた。もう一回奪ってくれ。よしよしよし、おーし、ナポレオン、えらい。よし、パーマ、パーマ。走れ、追いつかなかったか。また文句言われるぞ、ナポレオンから。このアマチュアって言われちゃうよ。TNT 残り1分、えらい、信号、信号えらい。残り 10秒、ここ。よし、滝シュート、惜しい。大盛り打とうぜ、シュート真ん中、くっそ。おっと、前半終了。よしよしよし、軟骨強い、軟骨強いよ。悪いけど勝たしてもらうぜ。試合再開、もう1点もぎ取ることができたら確実でしょ。よし、見ながれ、ナポレオン。そうだな、奇跡でいこうか。奇跡、真ん中、キャッチされた、キャッチされちゃったか。あれでバランスを崩そうと思ったんですけど、信号、えらいえらいえらい、すぐにすぐに。まずいな、森崎、ナイスキック。よーし、守るちゃん、逆サイド、ここ。何、森崎止めてくれ、えらいえらい。でもやばい、敵だらけ。よし、信号、今のはでかいぞ。ナポレオン、オッケー、行くぜ行くぜ行くぜ、行けるとこまで行けるとこまで。ワイ、キャノンシュート、真正面、君にズキュン、松山にもズキュン。よーし、強い、さすがフランスのストライカー、軟骨。やったね。誰もが予想しえなかった快挙をここで達成しようぜ、軟骨。マンチェスターまで破っちゃいました。いやー、やるな、こんなに通用すると思ったんだ。次はパリ、あ、ジョアン監督、ジョアンがやってんのか。現在のリーグ順位はパリは、でも7位じゃないか、ジョアン監督。全然じゃん、0勝4敗とか言って。美咲くんとかいるのにね。今現在首位がイベントスと何月か。よし、
あ、ちょっと待って、ユベントスも10得点を取ってんだ、やるね。よし、じゃあそうだ、これ変わってんだっけ。じゃあポジションチェンジで、ここが大事なんですね、ここが。よし、これで OK。 よし、行くぜ、時間もなくなってきた。よし、サイド。パリっていうことはバキュス君とかいるんだろうな。よし、サル。よし、反則タックル。学ぶ仕込み。偉いぞ。試合再開。うわ、やばい。お、ブリジット・ジョーンズ。懐かしいね。ナイス、森崎。うーわ、マジで。すごい。ゴールドフィンガー発動。よしよし。よし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 。残り3分。ナポレオン、もうちょい、もうちょい前来れるか。ここ。よっしゃ、くらえ、キャノンシュート。最強のキャノン。よし、ギャー、ポスト、ポスト、わしょられた。タシーロ、よし、タシーロさん、えらい、えらいぜ。ナポ、キャノンシュート。よっしゃ、しないぜ。短期決戦だから。キャーナポレオン、まだ諦めない、まだ諦めない。ここはサルーシュート、顔面ダイビング、いくぜ、入りー、うへい、ナイス。サルーファンタジスター。よし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 、ナイスパス、ナイスパス、そしてナイスシュー。うんうん、そしてギリギリ前半終了。よし、急げ、あと2分ぐらいしかないぞ。あと2分ぐらいしかないぞ。試合再開。パリのキックオフ。どうしたどうした、そんなもんか、ジョアン。でもやだな、ジョアン手術の手にかかってミサキくんが改造されていたりしたら。そのまんまのミサキくんがいいのに。お前変わったな、ミサキって言われたくないもんね。よし、やったー。得点王に向けて爆進中、ナポレオン爆進。昔ね、ビックリマンでヤマト爆進っていうシールを持ってて、で僕全然そのビックリマンとか詳しくなくて、あの買いでも、あのなんだろう、流行ってたから買ってて、で友達にね、そのヤマトバクシンっていうのが当たって、で友達に見して、あ、これ全然価値がないんだよって言われて、あ、そうなんだって、僕のこのカードとシールと交換してやるよって言って交換したんですよ。後から交換した後に気づいたんですけど、ヤマトバクシンってめちゃめちゃ実はレアっていうか、人気のシールだったらしくて。まんまとやられたんですよ。まんまとなんかどうでもいいのと交換させられちゃって。シュート、ヤマザル、あ、ヤマザルバスターか、地上だったんだ今の。そんな思い出がありますね。よし、サルー、今日サルー大活躍。よっしゃー、割とヘッドね、当てるの得意で、前から何番目とかね、ああいうのあるんですよね、ビックリマンって。だから自分でそういうの開拓して、割と持ってましたよ、ヘッドシール。よし、試合再開。いけるか、パンチ。失点。失点許したか。でも3点あるからね。
相変わらずあれか、打たれたら終わり的な、そういう状況だね。よし、じゃあこっちも打とうぜ。ああ終わった、タイムアップ、南葛勝利、パリを破りました。強いです、全勝です。次はおサンパウロ監督キラさんのサンパウロが、でもキラさんサンパウロビリで、あ7位、やっと1勝したやっと1勝したんだ。はい、ということで次回は、キラさん率いるサンパウロとの対戦になるそうです。はい、じゃあ最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。